ヤスカ・ W ・ラーチュ・年、1979年7月18日隊は、フィンランドのヘビメタルミュージシャン。メロディックデスメタルバンド、チルドレン・オブ・ボドムの元ドラマーとして著名。フィンランド南東の都市、ラッペン・ランタで生まれる。その後、エスポーに移っている。最初に始めた楽器はピアノで、9歳の頃からフレンチホルンを演奏するようになった。この頃、 後にチルドレン・オブ・ボドムで共に活動するアレクザンダー・クオファラに出会っている。12歳でドラムスを演奏するようになった。そして12歳か13歳の頃に学校でアレキシ・ライほど出会う。アレキシとはその後コピーバンドを結成し活動を始める。当時はガンズ・ローゼズなどのメタル系バンドの曲を主に演奏していた。それから2年ほど後に オリジナル曲を書き始める。1993年に、アレキシラとインアースドを結成。1994年には、ファーストでも、ユビキタス・アブセンス・オブ・レミッションをリリースしているが、どうでもでは、キーボードも担当していた。インアースドは、後にチルドレン・オブ・ボドムへバンド名を改名し、デビューする。同バンドでは、ドラマーを務め、現在に至っている。チルドレン・オブ・ボドムでの活動は、 同バンドの校を参照。2019年12月15日のヘルシンキでのライブを最後に変化ブラックスミス、ヤンネ・ウィルマンと共にバンドを脱退した。脱退する3名は第一線を退き、生活の方向性を変えるとのことである。チルドレン・オブ・ボドムのセカンドアルバム、ヘイト・ブリダーのレコーディング後、シンバルを、セイ・ビアン、ドラムをソナーとエンドーズ契約した。その後、 ソナーとのエンドウズ契約は失効し、別のドラムを使っていた。2003年に、パールと新たにエンドウズ契約を行っている。また、ドラムスティックは、プロマークのカスタムミレニアム2で、ヤスカの名前が刻印されている。チルドレン・オブ・ボドム以外のバンドでも活動しており、ドラマーを必要とするバンドのヘルプを行うこともある。2000年に、アレキシの参加するシナジーのドラマー、 トミー・リルマンが足の怪我でツアーに参加できなくなった際、その代役を務めた。トミーの怪我はツアー開始の3日前に起こったことで、安川は3日の間にシナジーの楽曲10曲をマスターする必要があったが、安川はそれをやり遂げ、ツアーも成功を収めた。また、バーチョーシティとイブマスターというスタジオバンドではセッションドラマーとしてアルバムに参加している。バーチョシティでは ファーストアルバム、シークレットビジョンズに参加した。イブマスターは、バトルローで活動するトミ日年が、中心のバンドで、セカンドアルバム、ウィザーと、ファーストアルバムのリレコーディング版、エメマイビロックリマイムンディで、安川ドラムを演奏している。チルドレン・オブ・ボドムのライブ DVD、カオス・リダン・イヤーズ、ストックホルム・ノックアウト・ライブのメンバー写真で、安川、イブマスターのバンドロゴが入った。 t シャツを着ている。若き日のヤスカチルドレン・オブ・ボドムドイツ公演2002年には、デスメタルを代表するバンドの一つ、デスのチャック・シュルディナーのトリビュートで、ノーサーと2曲のカバーを演奏した。ヤスカは、デスのファンでもある。2003年に、前述のノーサーのギタリスト、クリスティアン・ランタとサイドプロジェクトとして、パワーメタルバンド、ガスハウス・ガーデンを結成。同バンドには、ヤスカ、 クリスティアンに加えてゲンストラトバリウスのベーシスト、ラウリ・ポラーも参加していた。しかし、同プロジェクトは2003年にデモを1枚リリース。下のみで、2006年には活動を停止している。2020年8月、トゥームメタルバンドのマーキュリーサークルに加入した。同バンドは、スワローザ・サンで活動する、ヤーニ・ペウフが中心のバンドで、他に、トゥー、ライ、ホーのユッペ、ステラ、 ハンギングガーデンのユシハマ来年、リュトミハイリオのアンデキースキがメンバーである。さらに、音楽活動以外に、俳優活動を行ったこともある。2000年には、フィンランドのソープオペラのディレクターに依頼されて、ドラマのスペシャルパートに出演した。ヤスカが演じたのは、ラウリというキャラクターで、そのキャラクターが死ぬまでの3つのエピソード出演した。ヤスカによると、俳優業に夢はあるが、 現在は俳優として活動する予定はないという。家族には、安カの他にもミュージシャンがいる。実景のユシラーチネンはメロディックです。パワーメタルバンド、エクセクレータスのドラマーとして活動している。同バンドのファーストアルバム、テインテッド,ドリームスは日本版もリリースされている。また、実定のユリウスラーチネンはメロディックですメタルバンド、カウナで ドラマーとして活動している。つまり、兄弟3人がメロディックデスメタルバンドでドラマーとして活動している。ありがとうございます。